購入してもし球根がちっちゃかったりなんかいろんな不都合があった場合の対処方法についてはでアップしたいと思っております。球根を取り出して球根が痩せている状態だとこのピートモスに包んでこの袋に入れて1週間一番家の中で涼しいところ暗いところに置いておくと球根が水分を吸って大きくなるのでリカバリーできます。回復します。はい、球根今選別して球根です。このように球根がなかなかいい球根店頭で買った球根がいい球根でない場合球根の表皮にこのようなかさぶたみたいな形が できていたり球根が痩せていたりする場合の対処方法について本日はご説明します。球根の充填剤として乾燥防止にこのような音楽図が使われています。針葉樹の音楽図のため防虫効果や腐敗効果みたいなものはあるんですが一方で吸水性もカサカサの音楽図であるため球根がこのように痩せてしまうことがあります。で、転倒時この球根痩せていたらどうしていいか分からなくなりますよね。そこで今からやっていただくのはピートモスですね。ピートモスを1対10ぐらいもっとだいたい手でぐっと握って水分が滲んでくるか滲んでこないかぐらいの水分量でやってください。そうすると鱗片の外側から水分を吸って翌日にはぷっくりと膨れた球根になってます。お試しください。このように球根が入っていて音楽図の充填剤があります。で、球根を取り出しました。球根を取り出したものに湿らせたピートモス、湿らせたピートモス、ぐっと握って水分がにじむかにじまないかぐらいの水分量です。で、これを先に詰めて2ミリぐらい詰めて球根を入れます。で、このような形で埋め込んでさらに球根を1ミリというような形でパッキングしておいてくれれば植える時1週間ぐらい後に見ていただければお分かりになるんですけどもぷっくりと膨れていますのでお試しください。これを水分が乾かないようにここを折ってホッチキスで止めて下駄箱とかの暗いところに1週間ほど置いといてください。すっかり球根が膨れて元通りになります。お試しください。園芸ラボでした。